神代の昔、秩序と混沌、それぞれを司る神々が相争い、天は裂け、大地は震えた。戦の炎は人々の血、トリニティアを怪人に着せしめ、幾星霜。神々の武器は今も大地に屹立したもの。トリニティトリガー、それはオーセンティックアクション RPG。 いざ共に行かん、真なる発見の冒険へ。正当か、いいものが手に入るかもな。ブリンガーの青年シアン、謎多き生物トリガーと出会い、運命の旅へ一人いで立つ。俺が命を狙われてる？なんで？エリスはその信念に基づきシアンを助ける。そう、あなたが混沌の戦士に選ばれたの。ザンティスは神託を受け、シアンを守るべく奮闘する。分け合ってお前を助けに来た。何なんだお前。召喚者の強い思いを受けて、さまざまな武器に姿を変えるトリガーたち。この出会いがやがて彼らとこの世界の運命を大きく変えていく。バトルはクォータービューで展開するリアルタイムアクション。状況に応じ8つの武器を切り替えて戦うリングチェンジシステム。プレイヤーキャラクターを切り替えて危機を乗り越え、謎を解き明かす。俺が行く。この旅は3つの発見が鍵となる。バトルの発見、それは敵の弱点を見抜き武器を使い分け有利に戦うこと。フィールドの発見、それは新たな道を切り開き、まだ見ぬ宝を見つけること。当たれ。街の発見、それは人々との出会いを通じさまざまな物語を知ること。これらの発見すべてがやがて世界の謎へとつながっていく。最大3人でのマルチプレイが可能。3人の旅はきっとより多くの喜びと感動を発見することとなるだろう。神様の思惑なんざ俺には分からねえって。でも私はその運命を変えるためにあなたに会いに来た。ここで諦めるわけにはいかない。やるだけやってみるさ。今こそ発見する喜びと興奮を。これは豪華クリエイター陣が結集して紡ぎ上げた一つの答え。あなたの冒険心を強く動かすトリガーが今ここに。聖刀神器トリニティトリガー、9月15日発売予定。体験版配信中。予約特典はダウンロードコンテンツとサウンドトラック CD。